遊園地の歴史では、世界及び日本における遊園地の始まりから現代に至るまでの諸層を外観する。デンマークにある1583年オープンのデュアハウスバッケンを世界最古の遊園地とする説がある。また、ロンドンにある1661年オープンのボクソール庭園も数々の催し物会場として用いられ、これも遊園地の始まりとする説がある。 施設のプレジャーガーデンの代表的な例である。1893年、シカゴ万博の遊興区域に世界初の巨大観覧車とされるフェリスの車輪を設置。これが好評を博し、後に遊園地を国際博覧会に付設する契機となったと言われる。フェリスが設計したフェリスの車輪1873年のウィーン、万国博覧会開催に向けて木星観覧車や 回転木馬などの遊戯機械が制作されたという説がある。これは日本が初めて公式に参加した外国の博覧会であった。日本の国内博覧会においては、1890年の第3回内国官業博覧会で、ローラーコースターが初登場し、秋に大阪の今宮が流館に移設された。1903年の第5回内国官業博覧会で、 ウォーターシュートと回転木馬が1906年の日露戦争戦勝記念博覧会や1907年の東京官業博覧会で観覧者が国内に登場した。日本の遊園地の先駆けとしては1911年に誕生した近代的な娯楽場、宝塚新温泉を挙げる説があるが、それよりも歴史が古い1853年開園の 浅草花屋敷をあげる場合もある。断絶なく、現在まで営業を続けている最古のものは、1912年開園の平方パークとされる。1914年創設の花月園を関東における先駆とする説もある。1910から1930年代までには、紅葉園の紅葉撮影所、あやめ池遊園地の市川歌右衛門プロダクション。 谷日遊園のバンド関東撮影所、宝塚ファミリーランドの宝塚映画製作所など映画撮影所を園内に置くところもあった。また、京王閣の隣には日活玉川撮影所があった。1925年に田園調布に開園した玉川園は子供連れ、家族を来園対象に計画されたという。それまでの東京の遊園は、 近世以来の名所近くに立地している場合も多く、そのため貧乏に花町があるなど、大人の男性を対象とする傾向があったという指摘がある。1926年、警視庁が遊園地取締規則及び遊園地取締規則執行心得を制定。以降、遊興職の強い遊園地の新規開業は認可されなくなったという。同年、 高村御誕生記念京都子ども博覧会が岡崎公園で開催されるなど遊具を含めた子供のための催しが世間に登場していた。1931年11月開店の松屋、浅草県の7階と屋上に設置されたスポーツランドは屋上遊園地の走りとされる。これが日本で初めてランドという名称をつけた施設だったという説がある。 1947年春に遊園地浅草花屋敷として再開園。2年後には東洋娯楽期に経営自体が委ねられ浅草花屋敷と改名。1959年には千葉県の手賀沼周辺で大型の遊園地手賀沼ディズニーランドが計画されたが実現されなかった。1975年には後楽園遊園地の マスコットキャラクターを主人公に据えた連続アニメドンチャック物語が東京12チャンネルで放送開始。1979年には日本遊園地協会が3月第2日曜日を遊園地の日に制定した。1982年に京成電鉄は黒字だったにもかかわらず他日遊園を閉鎖し多くの従業員は新設の東京ディズニーランドに移った。 1980年代には巨大迷路ブームが起き、日本各地に作られた。1990年4月1日、豊島園はエイプリルフールとして、史上最低の遊園地という自虐ネタの全面広告を新聞に出し、注目を集めた。1997年、タマテックにクアガーデンがオープン。温浴施設との併設は、宝塚新温泉、玉川園時代や、 船橋ヘルスセンター時代への原点回帰ともいえ、追随する他の遊園地もあった。博覧会と遊具の関係は、戦後も続き、エキスポランド、沖縄エキスポランド、神戸ポートピアランドは、開催終了後も運営された。また、1985年の国際科学技術博覧会の観覧車は、エキスポランドに、1990年の国際下と緑の博覧会の遊具は、 各地に移設された。花博は遊園地屋上の電動木場設置を発祥とするナムコが参加体験型アトラクションを置くテーマパークの走りナムコワンダーエイクを1992年に開園するきっかけともなった。ステージイベントに関しては遅くとも1970年代にはキャラクターショーヒーローショーが行われていた。また、読売ランドオープンシアターイーストは アイドルのコンサート、握手会場としての地位を確立していった。日本庭園においては、海遊式庭園という言葉がある。また、遊園という名称がついた古いものでは、1863年に神戸に開園した外国人居留遊園がある。しかし、公園という趣旨であり、遊園地の意味ではなかったという。加藤雄一の文明開化には、 遊園地という語が見られる。遊園地という名称の古いものでは、小林佐兵による小林遊園地が明治20年代頃の大阪にあった。また、日本では明治以前から見せ物小屋やお化け屋敷などファンハウス式の娯楽が存在した。前述の阪急による宝塚新温泉の成功に触発され、関東でも相次いで私鉄会社による遊園地が誕生した。 過去には東京の七大私鉄すべてが遊園地を所有していたという。戦後には富士急行による富士急ハイランドも誕生した。まだ大火建築が普及していない時代には放火を含む火災が原因で閉園となった施設もあった。第二次世界大戦中には雪舟や金属類の教室に伴い閉園、休園に至った遊園地が続出した。玉川園の場合、 1946年4月には再開した。2000年代に入り、経営難による老舗遊園地の閉園ラッシュ。中内の大栄は横浜ドリームランドと小山遊園地の経営支援を行っていたが、大栄自体が経営不振となり撤退した。2007年にエキスポランドでコースターの脱輪事故が発生。これを重く見た国土交通省は、 全国の遊園地に遊具の緊急安全点検を求めた。先行持参グリーンランドなど十分な点検費用を捻出できずにそのまま廃業した施設もある。エキスポランドも倒産し2009年に閉園となった。1941年5月遊技機械の安全管理を望む警視庁保安課の指導もあり自動遊園地協会が設立される。1958年 日本遊園施設協会が設立。1968年1月、日本遊園施設工業協会が設立。1973年7月、全日本遊園協会が発足。大型から小型までの遊具を扱う初めての統一団体とされる。この団体は1980年に解散。翌1981年から、 日本アミューズメントマシン工業協会、日本アミューズメントオペレーター協会、全日本遊園施設協会の3団体へと発展的解消がなされた。2012年4月、この3団体は再統合し、一般社団法人日本アミューズメントマシン協会となった。八百九十年代、米国のコニーアイランドに作られた最初の遊園地の一つ、シーライオンパークに、 ウォーターシュートが設置された。ありがとうございます。